今日は基本的な肘打ちを紹介します。3つの角度があって、縦横斜め、これがローコンバットの基本です。では最初、縦の肘です。進む先、両足前に向いたまま、全ての武器が相手に向いて、こうガード上げている状態で、こうまずリードから前になっている方からの縦縦、ね、縦縦、注意点とすればいつも通りにこう軸まっすぐしたまま、こうガードからガードまでってよく言うけども、こうできるだけずっと頭守っている状態に意識してください、ね、縦縦縦の肘縦の肘、こうね、手の、まあ、指がこう出てる状態だったら、こう縦のターゲットになるんで、できるだけこれも守ってください。で5回やってみましょう。次サウスポー、右足前となって、同じようにこうガードしてる状態からリード、リア、前、後ろ、右、左、ね、右足前だから、これがサウスポー、右足前と思って。で次、水平の肘です。今度注意点とすれば、こうできるだけ指先がこう下に向くように、目的とすれば前腕で当たるんじゃなくて、肘の硬い部分、ね、よく当たって、もう一番こう強い武器を使いたいんで、相手に大きなダメージ起こしましょう、ね、打った後にすぐガードに戻すように意識してくださいね。こうかかとも上げて、下半身もつながってるように、1 2 3 4 5、はい、でサウスポー、右足前、1 2 3 4 5。次斜め下の肘です、今度同じようにガードしている状態で、こう自分の親指がこの、まあ、角度の線ね、こう書くように、だからこう手をひなせて下に向いて、肘がこう上に向くように、で上から下の肘です。はい、そこから打って、肘が下ろして、こうガードに戻せるようにね、スムーズさが大事です。4 5、ね、そしたらサウスポーになります。右足前となってガードしている状態、で今まではこう、左右ね、オーソドックス、サウスポー、左足前、右足前でも、こう縦横斜めの、それとリード、リアという、まあ、コンビネーションで、進んでいったんで、今度合わせてやってみましょう。要は1回ずつ、縦横斜め、このコンビネーション5セット5回やります。縦横斜め、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 最後OK。そしたらサウスポーもやりましょう。ガード上げてる状態から縦縦横横斜め斜め、やりながらイメージしてください。戦う気も含めて、さっき言ったように今までやったのはリード、リアで、今から集中されようと思っているのは、リア、リード、リア、ね、こうリア、リード、リア、はい、自分の引いてる側の方から、後ろの方から縦縦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 
今度斜め、サウスポーもやりましょう。まず右足前になって、リアからね、引いてる側から立て立て、今度横水平、最後じゃあ斜め下の斜め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 で、最後のコンビネーションなんだけども、いい流れになるようにね、こうスムーズに動けるように、こうリアから始まるけども、こう縦横斜め、その3つの角度とも使って、こう縦横斜めね、縦横斜めとなります。今度5回もやりましょう。縦横斜め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 、サウスポーもやりましょう。縦横斜め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 で、最後ちょっとしたチャレンジとなって、こういったフットワークになります。左足前になってから、こう縦横斜め打つんでしょ。ですぐこっちの、まあ、自分の右側、ね、引いてる側に向いて、ね、足をこう変えるんじゃなくて、ただこっちに向く。でリアから同じように縦横斜め、ね、もう一回こっちに振り返って縦横斜め、縦横斜め縦横斜め、同じようにリアリードリア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 。こうやって練習しておくと、左右、要はこうオーソドックス、サウスポーでも同じように、まあ、スムーズに練習できるんで、ちゃんと復習してください。で、本気でローコンバット学びたかったら、ぜひ下のリンクご覧ください。ちなみに自分が来月また日本に行っていろんなコースを教えるんで、その情報も下にあります。よろしくお願いします。お疲れ。